こんにちは、フィフィです。中国では10月27日に休止した李克強前首相を追悼する動きが広がっています。これに対して習近平指導部がかなり警戒していて、SNS 上では李克強さんの死に関する発言が当局によって削除されたり、ネットのコミュニティが制限されるようなことが起きています。中国では人民から人気のある 政治指導者が亡くなるとその死を追悼する流れから反政権運動に発展することがあるんですえ実は天安門事件は過去2回あったんですねでそのどちらの天安門事件もきっかけは指導者の死だったんです1989年の第二次天安門事件の時は共産党の総書記を務めた人物の死去を受けて 追悼に集まった人々の声が天安門事件につながりました。ただ過去の天安門事件は学生を中心に若者たちによる民主化運動でした。 自由が欲しいという訴えだったのに対して、今は経済が悪化していることへの不満なんです。だから今学生だけではなくて、どの世代でも中国共産党に不満を持っているので、もし暴動が起きれば、それは天安門事件どころではなく、もっと大きな運動に発展するでしょう。 不動産バブルがはじけた中国経済は低迷が続いていて若者の就職率も低くて習近平政権への不満が蓄積しています経済について才能のあった李克強前首相の業績をしのぶ動きが反政権運動に発展することも十分に考えられるわけです一部の大学では追悼活動自体が制限されたという情報もあります でも北京大学は当局の命令に従いませんでした。というのも北京大学は李克強前首相の母校なんです李克強さんは北京大学の法学部を卒業して経済学の博士の学位を取得しています。 北京大学の発行している北京大学新聞には追悼文も掲載されましたそして大学は SNS を通じて李克強氏を深く懐かしむというタイトルの文章も投稿しています、まあ、今の中国は何がきっかけで暴動が起きるか分かりませんそれを常に習近平国家主席は恐れているんです先月の終わり上海の都市建設投資グループが 企業内内でで民兵組織を設立したことが中国国内で大きなぜそのような不動産に関連するグループが民兵組織を設立したのかそれは不動産バブルの崩壊で最近中国各地で起きている債権の取り立て騒ぎや暴動を抑えるためなんです ただその一方で実は不動産とは関係のない多くの国有企業でも最近民兵組織を設立する動きが相次いでいるんです。しかも企業だけではありません。なんと SF 機関や大学でも民兵組織がどんどんと設立されているんです。それはなぜかというと、いつ何時起きるかわからない暴動を抑えるためなんです。それに備えるためなんですね。 実際、1976年4月に第一次天安門事件があった時にも作られました。中国は人口がとにかく多いですから、暴動が起きればそれが中国全土に広がって、警察だけでは手に負えなくなってしまうんです。しかも人民解放軍は海外との戦闘準備で忙しくなります。 ということで民兵組織をできるだけ多く設立しようと習近平政権が動いているんです。それにしても今回の李克強前首相の死には不可解な点がいくつかあります。その中でもまあ2点気になるのは、まず李克強さんが亡くなったのが高級ホテルのプールだったことです。上海のホテルのプールで泳いでいる時に心臓発作でそのまま亡くなったそうです。 特に健康不安説もない中でしかも習近平主席の共産党内での粛清が激しくなっていた矢先に突然亡くなったので李克強ささんんはは消れれたのでででなないいかてて中国国内でも言われているそうですあともう一つ不可解なのは李克強前首相が亡くなったという中国政府の公式発表が亡くなった時間から8時間も後だったことです。 まあこのことに対しても中国国内からはまあ疑問の声が上がっているそうですあと中国国内で李克強前首相の不法を報じた NHK の国際放送のニュース番組も途中で遮断されましたこれも明らかにおかしな動きです2023年3月には全人代で胡錦涛前主席が強制退場させられる事件も起こりました この3ヶ月で中国の外相と国防相の解任もありました。そして李克強前首相の突然死です。もう何が起きているのか、その真相はわかりませんが、ただ一つ言えることは、習近平主席にとって李克強さんは邪魔な存在だったということです。共産党指導部から追い出されたのも、習近平主席が李克強さんのことを気に入らなかったからです。 なぜかというと経済に強いから。そして正直に中国経済は悪いことを公表してしまうからです。何でも改ざんする、隠蔽する習近平主席にとっては厄介な存在だったでしょう。経済が悪化しているという李克強さんの発言は自分の政権が批判されているようなものですからね。では具体的に李克強さんはこれまでどんな発言をしてきたのか少し紹介しておきます。 2007年9月6日、中国の大連で行われた第1回夏のダボス会議で、大連のある両内省で重要なポジションにいた李克強さんは、会議の合間にアメリカの代表団と別室で面会してこんなことを言ったそうです。私は中国の経済統計なんか信用していないし、皆さんも信用しない方がいい。GDP の成長率なんか、 ただだ。のの参考用の数値だ中国の経済統計で信頼できるのは電力消費量鉄道輸送量あとは銀行融資額の3つだけだだから私は常にこの3つの指標だけを見ているとこれオフレコでの発言だったそうですがアメリカの代表団がこの内容を明らかにして話題になりました。 後にこの3つの指標は李克強指数と呼ばれるようになりましたその次の月に李克強さんは共産党の中央乗務員の上から7番目のポジションに選出されて北京に移ったんですあとこんな衝撃なこともありました2016年の全人代で政府活動報告のスピーチがあったんですが 李克強前首相が書いた原稿を習主席が4回もダメ出しして書き直しさせるという異例の展開になりました李克強さんにしてみたらいい気はしないですよねえそして1時間53分にも及んだいわくつきのスピーチが佳境に入った時でした李克強前首相は力を込めてこう発言したんです 鄧小平の精神を深く貫くとこのようなことを言ったんですが、これなんとスピーチの原稿では、主語は鄧小平ではなく習近平総書記になっていたんです。え、すぐに言い直したそうですが、これわざと間違えたように見せたのかわかりませんえ。この時、習近平主席は露骨に不機嫌な様子を見せたそうです。 あと李克強前首相は中国を代表する IT 企業の CEO に対して「君たちこそが中国経済を引っ張っていく。私は君たちのためになることだったら何でもやるつもりだ。遠慮なく政府への要望を言ってほしい」なんて呼びかけたこともありました。その時一人の CEO がこんなことを言ったんです。 私たちの中国政府に対する望みはただ一つです。どうか私たちを放っておいてくださいと、もう会場は拍手喝采でしたが、ただそれでも IT 企業の CEO たちはみんな李克強前首相を慕っていたそうです。まあ、こうした IT のトップの態度がよほど気に入らなかったのか、習近平主席はその後、自国の IT 企業に圧力をかけていきました。 そして2020年は新型コロナウイルスの影響で延期していた全人代がようやく開かれてそのタイミングで記者の前で李克強さんは習近平主席が2017年に掲げた2020年までに脱貧困を果たすという公約を失敗だと言わんばかりの発言をしたんです習近平主席が年内に 貧困を撲滅すると宣言していたのに対して、李克強前首相は、中国は6億人も貧困にあえでいるではないかと、こう言い放ったんです。もうこの言葉が世界に発信されました。ゼロコロナ政策で中国人民の不満が高まっていただけに、習近平主席にとってはかなり都合の悪い発言だったんですね。 最後に、首相を終えるとき、李国強さんは、周囲をぐるりと囲んだ職員たちに向かって、時に手振りを交えながら、簡単な別れの挨拶をしたそうです。そしてこう言ったんです。人々はいつもこんなことを言う。悪い行いをしても、天はそれを見ていると。この青い空には目がついているのだと。 そう言い終えると周囲がどっと笑って李克強さんも笑ったそうです彼がもし得意分野の経済で自分の力を発揮するチャンスを与えられていたのなら中国は少しでも今の経済悪化から抜け出せる道が見えていたかもしれません習近平主席が今後も独裁を強めていく限り中国に明るい未来はないでしょう さて、ここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします